アメリカレーガン政権のワインバーガー国防長官は1983年部下からの報告に驚愕した見せられた動画はイスラエルの無人機ドローンが空から撮影したものレバノン訪問中の長官の姿が鮮明に映し出されていたイスラエルは80年代初頭 動画の撮影・送信機能を持つ無人機の開発に成功する陸軍でお披露目したが誰も関心を示さないしかし演習で無人機の偵察力を目の当たりにすると状況は一変なくてはならない存在となったセス・ J ・フランツ・マンチョ「無人戦の世紀」。 偵察用として飛び始めた軍用無人機は今や危険極まりない攻撃機に変貌したロシアは自爆型無人機でウクライナ全土への攻撃を続けているしかも主要な標的は発電施設であるウクライナは電力需給の逼迫を見据え国外の避難民に 冬場は帰国しないよう訴えている民生用無人機の可能性に視線を移してみよう仙台市は津波警報の発令時に自動で飛び立ち沿岸部で避難を呼びかけるドローンの運用を始めたウクライナの空に平和が戻りインフラ復興に向けて測量用の無人機が飛び交う そんな光景が一日も早く訪れますように」。